こんにちは。ご視聴ありがとうございます。本日はこちらのスタンドライトをご紹介します。いただきましたのでレビューをさせていただきます。こちらですね、ワンバイワンっていうメーカーから出されているライトです。ここにちょっと一覧で書いたんですけど、部分ですね、ここをタッチすると色が変わるんですね。真っ白とちょっと黄みがかった色と、この電球色っていうんですかね、オレンジっぽい光とっていう風に3段階に色が変わります。で、光量もですね、この一番弱い、この一番ちっちゃい丸が一番光量が弱くて、で2番目、3番目、4番目、5番目、6番目という風に丸の大きさで、一番大きい丸が一番明るくて、一番小さい丸が一番暗い明かりという風にして、明るさの調節も6段階できますね。色の種類が3種類、光量が6段階で、特徴、大きな特徴、こうやってここがこんなに曲げたり反らしたりが簡単にできるんですね。で、すごい薄くて軽いです。本当にこんなに薄い軽いライトが今までにあったでしょうかというぐらい薄くて軽くて、でこういうふうに角度調整も可能なので、で幅がこれだけしかないので、すごくどこにでも置けますね。移動が楽々です。それで充電式なので、コードがいらないんですね。オンオフはここのここですね、丸いところでタッチするとオンオフが変わります。それでコードはこういう形でUSB ですね。USB 充電になってます。で、このところに差し込んで充電をする形ですね。値段が参考価格は1万260円なんですけれども、今見たら4980円になってました。送料は無料です。Amazon で販売してます。明るさが均一、全体的に均一な光量で照らしてくれますね。この面全体が LED で、それでまあ角度調整が簡単で、コンパクトで軽くて、充電式でおしゃれ。これ色が白、黒、ゴールド、シルバーと4色あるみたいです。これはシルバーを選んだんですけれども、まあ本当にすごい無駄なものが全然なくて、シンプルでおしゃれですね。置き場所を選ばないですね。それで45件レビューが現時点でついてたんですけれども、5つ星にほぼ近い 4.8 ということで、すごく高評価なんですね。私も使ってみて悪いところが見つからないなと思ったぐらいです。もう一個私的にすごく良かったなと思うことがありまして、この箱なんですよ。この箱に入って届いたんですけど、すごいしっかりしたいい箱でなんかちょっと貧乏臭いですけど、ケースにとして再利用できます。この箱ももう真っ白でおしゃれで、すごいちゃんといい厚紙のケースなので、ちっちゃい小物を入れたりとか靴下とか入れるのに役立つと思うんですよね。主婦目線な感じの、ちょっとそういうのはおしゃれじゃないかもしれませんけれども、私は実はこの箱が結構得したなって思ってます。
ハンガー上がりだ。ほらほら、無理してる。入っちゃダメだよ。出てないと。大丈夫？立って。立って。はい。明るくなり。はい。いいですか、福ちゃん。はい。撮りましたよ。撮りましたよ。はい。はい。ご視聴ありがとうございました。気に入りましたらチャンネル登録お願いします。お願いします。はい。